皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もかげろうシャドウコリドー遊んでいきましょう。さあ前回ですね、第2ステージ日暮らしの回廊を攻略したところ、で今日もね、次のステージに向かっていきましょう。メインゲームで今日ですね、3ステージ目ムクロ流しの渓谷で、アーカイブ3つ、こけしは5個、これ前回はアーカイブ4分の1で、こけし21分の8。これやっぱり初見で全回収無理だね。かなりきついと思う。さあとりあえずムクロ流しの渓谷行ってみよう。いや、猫ちゃんいたと思ったんだけど消えてしまった。ここに来たんだ、流れ着いてですね。これは、あ、これ全部落ち葉ね。びっくりした。ダクソとかね、セキロのナメクジ的なもんかと思った。でアイテム、これ全部ロストしてる。全部何にもないですね。さあどこに行く。ただアクリアついてる。こっち鍵。こうなるとこっち鍵どっかにあんのかな。鍵待ってね。こっち側、これ暗いんだけど進めていける。いやギリいけないか。止まっちゃうね。そっち、ここね。これやっぱり気になりますね。鍵がかかってる。いやでもないかな。パッと見ない。まあ先行ってみようか。そっちその奥。これ、ニンテンドースイッチで小学生やったら泣きますね。結構難しいよ。挑戦者は。これは、鍵じゃないか。なんでもない。よし、この奥。ただ、ここも敵いるんでしょ？何が来るか。あとの一瞬流れたムービーね。濁流っぽかった。よし。さて、で、鍵取って、これ使っていくのか。あっちに。まあ、一旦戻ろう。さて、何が待つ。これライターもなしか。つまりどう？ここに、こっち。これなんだこれ。さすがにこれ無理かな。暗すぎてよくわからん。あ、いけるわ、普通にいける。よし、一応1個。ここないかな。ないね。爆竹もない。戦闘ないのかな。ただ鳥、あとめちゃくちゃでっかい船ね。要はここにも誰か来てたな、村人ね。さあチェックポイント。おーし、多分これ前回なかったよね、チェックポイント。で、そこにレバーがある。そこですね。こっち、これ無理なんだ。固く閉まってる。あとね、本作、すべてのステージがランダム構成ってわけではないみたい。固定のマップもあるみたいです。多分ここ固定かな。
一応置いとく。ただアイテム、何もなし。もったいないかな。まあいいか。まあいいかの精神。いや、意外となんもないぞ。これ、落っこちるとまずいのかな。あ、でもね、そこに行けるわ。下に行ける。ただこっち。登ってこれないもんな。他どう？なんもないっすね。さあ、まずガッチャンして。あ、ここであいつ来んのか。ここでか。で、多分そっちだろう？こっちじゃない？降りるんじゃないの？あれですよね。さて。あ、これダメなんだ。鍵か、これ。ここで。つまり、どっかに鍵ある。鍵あったっけ？いや、あの、レバーか。レバーでどっかに行けるようになったんだ。待て待て、暗い暗い。これ何？枕だった。ちょっと待ってね。上のそっちがですね、見えない。いやー、これ。そっち、そう。多分そっちに行けるようになって。あ、あいつか。そこにいる。待ってね。あ、そっち行った。あれ、どうやって来たんだ、あいつ。まずレバー。あれで何がどうなった？あ、でも、そこいるんだよな。こっちはないもんね。一応見ておきます。ですね。そっち側かな、もしかして。あ、ぽいな。一旦これ死のうか。こいつをこう、誘導して、あい。あ、そっから来るんだ。賢いな。さて、で、どうなるか。チェックポイント。最初からじゃないのか、つまり。あ、ですね。よし。チェックポイント制。で、まずあのレバーね。あれがどうなるか。どう開くのか。よし。まずは、ガッチャンコ。で、そこが開くのかな、もしかして。よくわからんな。あの、姉さん呼べるんだけど、多分そっちに行くんだ。で、下無理だった。となったら多分あっちに鍵かな。で、それ使って開けていくと。でね、多分ここはセーフだと思う。ゲーム的に。影になってる。あ、ですね。で、しゃがみ移動。これもセーフなんだ。よーし。これは情報としてでかい。よしよし。で、まず正面行って、これはちょっと隠れていく。そっちにいる。ちょうどそこですね。よし。で、これ閉めて。あれ？鍵じゃないの？ぽいね。いや、この先なのか。どうかな。これは無理か。下っていけない。で、一応閉めて。あ、でもね、このチェックポイント制はね、だいぶありがたい。死んでも絶対突破できるんで。回数こなせば。で、ここで鍵。よし。お子様にも優しいステージ。どうかな？この周辺何もいませんね。
うん、ここ平和だな。ただここら辺扉あったりする？ないか。ないね。待って、こういうのする。あれか。で、チェックポイント。よーし。二つ目。これ、マジでありがたい。あ。で、そこで泣いてんの。あれはきついな。爆竹もない。待ってね。一旦これを、配備して、しばしお待ちを。多分、そこに爆竹あるんだろう。そこの奥に。この姉さんはしゃがみ。これが相性がいい。で、爆竹爆竹。よし、あった。やっぱりですよね。だってこれないと無理だもんな。と、こっち。よし。爆竹二つ。さあ、これで、どこに配備するか問題は。そこのレバーな。あれをガッチャンするとどうなる？何がどうなる？それがまずわからん。となるとですね、やっぱそっちの方かな。この人、ちょ待ってね。どこら辺まで行ける？試してみよう。あ、でも結構寄っていけるんだ。よーし。で、じゃあそこら辺に、掘れ。で、こっち向くのかな？直でそっち向くのか。あ、直でそっちなんだ。よーし。何が起きたんだ、このレバーは。ちょっと待ってね。あ、これ戻んのかな、もしかして。で、この最中は走っても大丈夫？あ、じゃないんだ。ダメですね。了解です。学習した。いやー、チェックポイントこれ本当に嬉しい。ありがとう。制作者さんありがとう。これは本当に嬉しい。だってまたここからでしょ？よーし。この距離、これは、これバレる。あ、これバレるんだ。よし、実験ができる。あ、これいいな。あの距離ダメね。了解です。よし、爆竹。まず二つもらってからの、そっちかな？そこら辺に、掘れ。掘れ。よし、どうだ。で、寄りすぎないように注意。よしよし。おっせー、早いけ。で、レバー引いて、これで戻っていく。ね、そっちね。どうかな？すっ。よし。はい、ザコー。さあ、こっちだ。で、戻って、扉かな？どう変化したか。あ、ここなんだ。水路ね。水が引いたんだ。よし。となればもうこっち。いや、これさ、難易度的にこっちがどっちかっていうと2ステージ目じゃない？前回だいぶ難かったよ。で、正面、あとこっちか。こっちなんだろう。敵の仕様が分かんなかったしね、前回。まあ、それがいいんだけど。さあ、ここで。よし、鍵ゲット。一本。これ、鍵ってあれか。戻るのかな？いや、もしくはこっちなのか。ここ暗いな。ちょっと待ってね。行き止まりかな？あ、ですね。こっち行けない。ここも壁か。あ、じゃあ戻るんだ。ここ戻った上で使っていく。行ってみよう。そっち。ただ帰り道な。何か来そう。本作ね、難しさ的に言うとアウトラスト、あの上を行ってると思う。行ってしまったち走るだけなんでね。よし。
で、これだっけ？あ、ですね。鍵。で、こっちから来たんだ。ですね。よし。さあ、解除して。ここも真っ暗い。なんもないかな。あ、待って、声がする。今、若干したな、そっちで。いるのか。本作ね、方向音痴な方ね、あと怖がりな方、そのお二人は本当にやばいと思う。特に方向音痴。あ、で何？螺旋階段。あー、これだいぶ深いね。ほら。なんか光ってる。行ってみよう。で、できればチェックポイント欲しい。どうかな？これどんどん下っていくんだ。ダクソでいう闇村的な。地下世界ね。え、でもこれこんな下ったらもう村に帰っていけなくない？あ、シャンシャン行ってる。下にいるのか、もしかして。さあ、そこでチェックポイントなのか。違うのか。チェック頼む。チェック。チェックだろ？よし。ですよね。さあ、二択。左、行ける。右、行ける。で、鏡。おや。飲む。いや、まだいいんだよな。飲む。これ、ストックできないもんね、そう。どこにいる？そっちか。ここも完全にセーフルームね。使い道がない。そっちか。行ってみよう。あ、でも結構近いね。そこにいるのか。いや、行ったな。奥行った。こっち。今で夜中の4時半ぐらい。部屋真っ暗です。画面だってこれ暗いんだもん。暗さには暗さで対抗する。どこにいるこれ。あ、そこにいた。さあ、じわりとこっちへかわして、からの、正面そこに扉がある。で、爆竹1個。たったの1個。どこで使うか。あ、で、これダメなんだ。鍵。あ、そこにいたな、クソ。あっち行った。よーし。あいつ1匹だけ？あっち行ったな。よし。今のうちでこっち。あ、ただこれバレるか、もしかして。一応閉めて、こっから、これ通路なの？これどうなってんの？いや、暗くてわからん。ね、ここも多分安全部屋だと思う。あ、ですね。よし。で、そこにいる。あっちにいる。よし。今のうち。あ、で、ここも水門か。あー、ただそこな。こっち来るのか。そっちか。あ、ですね。よし。入ってもないかな？一旦待機。待機。さすがにバレないと思いたい。よし。で、あの子、急に U ターンするっていうことがないんですね。多分。ということは、後ろをついていける。こういう風に。で、こっちか。あれ、そこも行くんだ、いつ。
あれやらしいな。よし、さあ奥地。ここはそう絶対数。で、まず閉めて、閉め閉めしてからの、アイテム、鍵があるはず。あ、でもね、そうそうそう、じゃなきゃいけないもんな。よし、ここ簡単だな、しかし。だいぶ優しいステージ。どうしたこれ。お、逆に怖えわ。自分が行く DV 彼氏ね。ごめんよ、ごめんよ、つって。前回難しくしすぎてごめんよ、つってね。よし。さて。あー、やっぱそこ行くんだな。となると、これ爆竹かな。まあ、もしくはプレイヤーこっち行くことで変わるか。どう来るか。あ、こっちですね。やっぱり。で、そっから来られると困る。大丈夫、よし。こうなったら、こっからこう爆走して、そっち行く。よし。これはいける。で、鍵にして、あれまずいかな。見つかるか。大丈夫。よし、いった。で、閉める。いいよ、だいぶ慣れてきた。チェックポイントではないのか、これ。こっち何？こっち無理。鍵ですらない。これちょ、あ、待て待て待て。なになになに？あれバレたの今の。あれバレんの？爆竹。爆竹だよ、ほら。あ、で、落ちるしかない。よし、いた。これはどう？ライフ残り12。12って。多分これ正解じゃない？こっち。でしょ？あー、間違えた。やっちまった、今の爆竹。これミスったな。申し訳ない。普通にミスった。まあいいか。なんとかする。さあ、で、多分チェックポイント。プラスアイテムあるかどうか。よし、回復。32。さあ、どうかな？チェック入るかどうか。これが意外と入らない。どうして？ここら辺かな、チェック。どうでしょう。今だいたい30分ぐらい。次チェック来たら一旦終わろうかな。どうしようかな。おや。あ、これ前のとこと違うね。ですね。さらに奥。これチェックポイントでセーブかかってゲームやめたらどうなんだろう。また最初からなのか、もしくはチェックポイントからか、その仕様がよくわかんない。さあ、ここら辺でチェックかと思いきや、あ、これ下行くのかな、そっち。いや違うな、ここ行ける。あれですね、あとね、そっちの奥行ける、多分。まずやっぱこっちかな。いや、でもここも広いね。あーと、なんか浮いてるわ。しかもチェックポイントがない。遺体か。水のせいで進めない。抜く必要がある。出ればね。と、そっちアイテムだらけ。よし、再びレバーとなったらこっちかな。ただ下も行ける。あ、でもこれ行けないパターンかな。いやー、でもね、行けそうだな。しばしお待ちを。まずこっち。これ立体系か。こういう系で攻めてくるか。よし。で、チェックポイント。もうちょい行きたい。もうちょい。ここ、くら。これはね、先にさすがに行けんわ。暗すぎて。
多分こっちだろう。あ、出ればた。よーし。これ平和ですね。何？あ、で、ここ、これか。橋が開通するんだ。あっちじゃない。なんじゃこら。おせーき。全然怖くねえし。ただ。ただですね。待て待て。なんか来てる、なんか来てる。あー、やべえの来てる。こっち来んなよ、こっち来んなよ。なんだあいつ。あの、爆走か。爆走マンか。よし。で、爆竹、よーし。二つ取って、あと文献ね、アーカイブ。爆竹が大きな音で徘徊者を引き寄せる。一見危険だが、実はとても便利なアイテムだ。鳴き声の主をどかすのに便利なことは、ここまで来た君ならもう知ってることと思う。その他にも、鍵のかかった部屋に投げれることで、徘徊者に扉を破壊してもらうという荒技もできる。危険な虫を追い払うこともできる。爆竹を使いこなせば、探索を有利に進めることができるだろう。K。よし、爆竹ね、鍵をこじ開けるんだ。となると、そこか。ですね。こっからこう、ぶち込むのかな。ただタイミング。これは若干難しい。ちょっと待ってね。次に来たら、ぶち込む。ただこれ、うまくいけるかな。ここら辺。よし。で、見てよ。パンパン行って、で、ぶち越せ。そうだ、そうだ。おで、次そっちに行く。よーし。なるほどね。多分これ前のステージもそういった使い方できるのか。もう行っていいよ。お疲れさん。用は済んだ。そう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 。で、あの子は走っても大丈夫。ああ、でもここも広いね。下行ける。こっち鍵ね。となったら上か。よし。で、しばしお待ちを。ここはまずい。ちらったら見たい。どこまで来る？多分そこで帰るんじゃない？行ったかな？よし。OK です。さて、鍵、どこかな？まあ、こっちしかないんだけど。おや？どう行く？これさっきのあそこだよね。ああ。多分あの、橋ってこと？もしかして。あれ、もう一回上げろと？なのかな？そっち側に行く必要がある。多分。でもそれできる？ちょっと待ってね。他なんかないか。見落としてないか。あ、でもなさそうですね。でもそっから行くのとこれ一緒じゃない？ここ。これも開きませんね。あ、だよね。で、鍵。ないもんな。となると、そこに行くしかない。え、またあっち行くの？あ、もしくはあれか。あの、あいつの爆走してるあっち側か。そっち側ね、多分。なるほど。そのための爆竹か。理解した。となったら、まあ、そこら辺かな。いや、でもあっち行ったな。待ってね、そこら辺。どう？よし、反応した。今のうちにこれダッシュできる？あ、OK ね。よーし。これで、こっちだろう。よし。あの、反対側のあたりいけそうな気もする。どう行くんだろう。よしよし。で、レバーと、回復剤。OK です。で、レバー引いて、
あ、こいつここまで来るのか。で、柱大丈夫。あ、でもこれまずいのかな、もしかして。正面。こっち。よし、ここに隠れよう。よし。で、レバーで、あっちか、戻るんだ。あの、死体ね。危ない危ない。これ、まずいです。ちょっと。で、それ U ターンしてきて。よし。さあ、ここで、爆走。いや、このステージ、マジでこれ癒されるわ。だいぶ平和。あ、で、上がってるな。ここ行く。で、こっからそうか。こうね。本作ね、なんかサイレンに通じる怖さがありますね。ストーリーテリングというか。あれ？で、さっきのレバー。ここか。この水抜きじゃない。サイレン、ワンツーはね、本当に名作だった。おそらくあれを超えるジャパニーズホラーのゲーム作品ね、出ないと思う。今後10年間ぐらいは。サイレン出たのも2000年ぐらいだけど。あれはすごいね。で、こっち。今だったらそうね、やっぱりそのトリプル A 級タイトルを作るにあたって、制作費とかさ、人件費とかね、結構かさむもん。なんで昔と話が違うんだよね。ゲームの売り方っていうか。ほいで、レバーを引いて、で、水門ガッチャンする。からの、そっち側に、こう行くのか。よし。で、あれさっきのあっちだよね。あれ、これすいません。ちょっと待ってね。ミスったかな、もしかして。いや、あ、こういけるんか。よし。こう戻ってそっちね。よし。で、この先で鍵だっけ？鍵取って、あっちの下かな？覚えておかないと。さあ、チェックポイント。来てほしい。まだか。あー、で、またなんか変な生命体いるわ。なんだあれ。チンアナゴ？あんまり、ね、関わんない方がいいと思う。あいつは。で、ここに鏡。ただセーブではない。リマザードではない。よし。エナドリ飲んで、で、爆竹欲しいな。と、緑色の葉っぱ。これなんだこれ。葉っぱ。緑色した何かの葉っぱ。スタミナの回復速度が大きく上昇する。噛み続けていると爽やかな香りが口いっぱいに広がる。これはめちゃくちゃ有能アイテム。スタミナ回復速度アップ。おーし。で、でですよ。鏡ちゃん。これは何でもないんだな。あれ、となると、こいつら。こいつら。これよくわかんないんだな。そいつらなのか。あっち側に行けって。こう行けってこと？あ、よし、だ。スタミナ回復速度ね、あんまり変わってない。残念なことに。そこまで変わってない。チェックポイントおい。チェックポイント仕事せ。この辺だろう。